それではですね、非常にポピュラーな練習方法なんですけれども、私が大好きな、練習方法でもある方法を、ご説明したいと思います。これはですね、私が教える、優秀なジュニアゴルファー、トップジュニアゴルファーから、プロゴルファー、またですね、シングルを目指している方、またクラチャンになった方、多くの人に勧めて実際にやっていただいている方法です。これは誰でもできます。先ほど芯に当たることが重要だという話をしたんですけれども、芯に当たるといった時に、シールをよく市販されているショットマーカーですね、このシールをフェース面に貼っていただいて、このシールに打痕が残ります。必ずこの打痕をチェックして自分にちゃんとした正確なフィードバックを得る、そういう練習方法です。ドライバーをアッパーブローにするとアイアンが、ダウンブローで打てなくなるんではないかと、そういうご心配をされる方が多いと思います。そのポイントについてお話ししていきたいと思います。皆さんは練習を始めるときに、何番から、練習されるでしょうか。ドライバーからという方は少ないかもしれません。ほとんどの方が、このようにサンドウェッジを使って、練習されるんではないでしょうか。サンドウェッジというのは、使う場面というのは、グリーン周りのアプローチから、ロングホールの3打目、またですねバンカー、などを打ちます。このサンドウェッジをアッパーブローに打つっていう方はおそらくいないはずです。クラブは短いですし、ヘッドは比較的重く、シャフト重量も重いです。で、基本的に地面にあるボールをダウンブローに打つっていうのはある種当たり前で、アッパーブローに打つということはダフってしまいます、手前を。なのでアプローチの練習をこうすることによって、基本的にはダウンブローっていうのをどん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 覚えることができます。プロの選手なんかではあえてベアグラウンド、バンカーの中からボールだけをアプローチを練習する練習なんかをする選手も多いです。ぜひですね、アプローチ練習っていうのをそんなにいいライを選ばないで、よく綺麗にこうやってティーアップしてからアプローチ練習される方が多いんだけれども、それはですねアッパーブローの練習になってしまう可能性があります。ただライが悪いところとかライを選ばないで普通にサンドウェッジのアプローチ練習をしていれば、まずそれを始めダウンブローで始めることができます。次にミドルアイアンの練習に移る方が非常に多いと思います。ミドルアイアンもサンドウェッジと変わらず地面の上にクラブを置きます。当然ボールが地面の上にあるので、このようにダウンブローに打つのが正解です。ですけれども普段練習される練習場がほとんどの方がマットだと思うので、そうするとミドルアイアンのクラブの長さ、来角になってくると、だんだんですねマットを滑りながらシャローに打ってるつもりが気がついたらアッパーになってる方がいると思います。で、ですがドライバーとですねアイアンの大きな違いというのはティーアップされていることと地面にボールがあることです。で、地面にあるボールというのは、雨の日も、ラフからでも、必ずボールにソリッドに当たるようにしなきゃいけないですから、当然こうクラブが上から来るのが正解ですね。で、今なんかですとこうアイアンがどん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 ロフトが立ってですね、アイアンもこうアッパーに打っても、ボールが飛ぶようにクラブが作られてたりとかするんですけれども、基本はダウンブローにアイアンを打つということが、正しいです。で、ドライバーがですねそれでアッパーで、ドライバーがダウンブローならないで、ドライバーがアッパーでアイアンがダウンブローでっていうふうにこう2つのクラブを同時に練習すると、混同してですね、どん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 、ドライバーまでダウンブローになる。例えばドライバーのアッパーを練習しているとアイアンが今度アッパーブローになる、そういうような、質問だったりとか悩みがあったりとかするんですけれども、実際はですね、これは要因が違いますから分けていかなきゃいけないんですね。で、まずその分けるポイントとしてはアドレスですね。アドレスが大きく違います。ティーアップしてある状態に対してボールに構えるのではなく、
先ほど申し上げたように少し右にこう体が傾きます。少し右に傾くことによって体重がやや右足寄りに体重が乗って、そうすることによって最下点を手前に持ってきます。アプローチを練習するときに左足に 60%、70% 乗せましょうなんていうのは、これはボールよりも前に最下点を作るようにするための一つのテクニックです。ドライバーでは逆に乗って、このようにして最下点を移動させるために重心の位置をセットします。ほとんどのミドルアイアンの場合が 50-50 に構えるのも、それがポイントになっています。ですので重心の位置をアドレスで意識して、それで結果的に最下点を移動しやすくする、このような方法をぜひ実践してみてください。